2019明治安田生命 J1 リーグ第16節セレッソ大阪対ジュビロ磐田のゲームをお伝えします。大阪市内にありますヤンマースタジアム長居です。先ほどパラパラと雨が降っていましたが現在は止んでいます。セレッソ大阪の予想フォーメーションです。4-4-2と予想しています。佐藤さん、どういった印象でしょうか。まずは特筆すべきは奥野の立ち位置でしょうね、はい。まあ、彼がボールを持つというよりは周りを生かした中での自分の仕事をするところを的確に見つけるところが彼のストロングポイントかなと思います、はい。一方アウェーのジュビロ磐田の予想フォーメーションです。こちらも前節と同じ 3-5-2 と予想しています。佐藤さん、いかがでしょうか。両ウィングバックがいかに高い位置を取れるのかというところ、はい、この両ワイドが最終ラインの3枚のところに吸収されて5枚になると、ファイブバックのような、ね、そうですね。なかなかね、前にパワーがいきませんから得点に結びつく確率も高くはないですよね。そのサイドの関係性が見どころかなと思います。はい、中につけるようなボール、そうですね。何度かね、中にね入れたがってたんですけれどもね、はい、セレッソもそこは完璧になってますよね。さあ、奥野ボールを持ってブルーノ・メンデスが走っている。ブルーノ・メンデス右足のシュートだ。カミンスキー、ここはいい反応を見せました。カミンスキー、セレッソ大阪ビッグチャンス。メンデスもね、相手のゴールに斜めに入ってくる動きも良かったですね。この奥野のこの間を作っての相手の背後に出したパスが非常に適切でしたよね。マスタから水沼、クロスが入る。ここはニアで合わせていきました。最後は奥野、質のいい水沼のクロスでした ね。カミンスキも出れないところでしたし、よく奥野も反応したと思いますね。さあ、蹴るのは藤田、インスイングのコーナーキック、ヘッドで落ちた。こぼれたところ、ここはしかしオフサイドフラッグが上がっています。最後丸橋が反応したんですが、オフサイドフラッグが上がっています。ジュビロがこのセカンドボールを拾えるようになってきましたね。そうですね、自分たちのリズムの縦パスが出せるようになってきたことは強みになってますね今。さあ、シンプルに叩いてロドリゲス、自ら打っていった。トップスピードのドリブルで最後はトーキックでニアを狙いましたけどね。ここからシンプルにロドリゲスへ、自分のスピードを生かしますよね、はい。さあ、丸橋から一気に前線にトラップした、逃げ足のシュートだ。クレーンが決まった。ブルーノ・メンデス、縦パス一本から最後はブルーノ・メンデス。ここでね、誰もプレッシャーかけれないんですよね。そしてメンデスがね、審査とぶっちぎってるんですよね。そしてカミンスキもね、よく対応したんですけども、さあ、ここはうまくかわした松本のクロス、ロドリゲスヘッド、ゴールキーパーキムジンヒョン。ここはジュビロがいい形を見せました。ロドリゲスもね、いいポジション取ってましたし、クロスの質も高かったですけどもね、一気に前ブルーノ・メンデス収まる。ここはジュビロよく戻った。ロドリゲス、さあ前にスペースがある、右足のシュートだ。わずかに枠を捉えることはできませんでした。さあ、ゴール前マテヨニチ曲がってきた。さあ、ロングスロー流したところ、水沼効果、藤田のロングスローから最後は水沼効果が決めました。今シーズン3点目、セレッソ大阪がリードを広げています。さあ、ここはジュビロがボールを奪った。小川大輝、
山田クロスが入る、安田優斗ゴールキーパー決めて奪うよ、横っ飛び素晴らしいシュート、そして素晴らしいセービングでした。その中に切り込んで引きつけて水沼、藤田から増田が上がってきた、水沼セレッソの選手たちがゴール前に走り込んでいきましたね。さあ変わって入った荒木、綺麗なるドリブル、ロドリゲス中にはファーサイド走ってきた、ここはクリア、変わって入った山田がボールをキープ、時間を使います。藤田ここで試合終了の笛です。ホームのセレッソ大阪2対0、守備の岩田を下しています。